こんにちは。ちょっと待ってね。できた。すごい。ねえ、お誕生日のになってるよね。嬉しい。ねえ、これ早くない？なんかさ、いつもさ、3日前とかやなかった？ね、3日前とかやったよね。早くなった？2週間前でもないね。だって昨日これじゃなかったよね。おめでとうって早いよ。まだ違いますけど、ありがとう。早いよね、めっちゃ。なんで？嬉しい。でも誕生日してもらえて。3日前やったよね。前後3日じゃなかった？献血したことないです。ないですね。なんか前髪を捨てる方がさ、合うね。毎日アイドル30日記念。あ、え、嘘。え、待って、これ30日記念？あ、そっち？3日で通常にが戻っちゃう。あ、これ30日記念。なるほど。お誕生日記念じゃないんですね。じゃあ30日もある。え、30日記念もさ、こういうのあったっけ。懐かしいね。もう、わあ、3回目いってらっしゃい。30日記念か、これは。じゃあ30日記念らしいです。今から病院行ってきます。頑張ってください。毎日暑いよ。あ、これ30日記念なんですね。すごい。30日記念のお祝いショールームの。嬉しいですね。待って、前髪定まんないじゃん。なんで。え、30日記念なんてあったっけ。そう、もう7月だよ。あ、ほんとや。30っていうやつがあるってことは、これ30日記念だね。なんさん、わさぺさん、30日おめありがとう。すごい。なんとなく配信してたら30日連続だね。そっか、毎日チケットがあったから続いてるんですよ、きっと。6月25日ぐらい配信やってない日あるよね。だってそういうことですよ。こんにちは。すごい、30日おめの歌あったっけ。じゃあ30、90もあるってこと。90はない？ 100？ あ、60日は？なんかわかんないね。懐かしすぎてわからん。チケットは買ったの？チケットは買ったの？待って、何のチケット？ちょっと待って、何のチケット？誕生日ひまたぎ配信。あ、これ違うよ。これね、うちも誕生日のお祝いの背景とも言ったけど、これはショールーム30日連続記念らしい。え、なに？え、そうなんて。何が、え、そうなん？なーに？ショールームのチケット使った日は後から見れないのってこと？見れるよ。うん、
あ、毎日配信継続の、いや毎日配信の継続のチケットはないですよ。あ、待って、そうじゃない、買うとかないです。あ、なんか普及されます、なんか多分何なんか、なんかでも基準がふちゃんにも分からなくて、でも何日間かなんかやったらもらえるんじゃないかな。うん、そう、そういうこと。見れる、一応見れる。でもなんかね、使うとかそういうボタンはなくて、こうなんかね、何日か連続、いや連続じゃなくても、なんか多分前の日にショールームやりよったら勝手に使われますね。うん、勝手に消化されるから、そう、なんか10枚まで貯めれるみたいな、あった気がする。うん、そんな感じ。これからお気に入りのラーメン屋さん行くか、サーノおいでって。ほんと？行きたい。うん。え、そう、自動でね、消費されるから、使いたい時に使うっていうのはぶっちゃけできん。うん。むちゃんが把握してる限りはね。勝手に使われますよ。そう。なんか例えば15日間配信連続でやりよって、明日できんけど明後日もやりたいみたいななった時に、そう、なんか勝手に使われてます。そう、そう、でも残りの枚数0枚なので、もう使えん。あ、何の基準で配布されるんやろね。5日に1枚ぐらい欲しい。ね。暑いよね。あ、ちゃんと篠太郎だ。嬉しい。篠太郎。ちゃんと亀之助もいるし、嬉しい。そう、もらえる基準ってなんやっちゃろうね。ほんとね、すぐ欲しいなっちゃう。ショールームはあれですね、コメントに厳しいですね。髪の毛サラサラ、そう、サラサラ。なんか今日の配信さ、髪暗く見えん。ちゃんと篠太郎と亀之助のあんちゃんがつけた名前、うんぺん。はやぶさん、30日おめありがとう。お誕生日のケーキ決まっちょらんねん。決まっちょらんけど、けどあのキャラクターケーキがいいですけど、どうだろうね、何にしようかな。わからんが欲しいなるってこと。なんで、なんか悪い文字ないけどね、別に。面白いコメントしちょらんのにってこと。スルーされなくつらいって。え、嘘、なんかスルーした。チケット毎日継続10日で1枚。以後30日に1枚。え ?30 日に1枚ってことは今日もらえる今日もらえる?10 日に1枚、うん、それ毎回10日に1枚が良くない？ねえ。カズニーさん、30日おめえと、キラリンチョウ、ありがとう。キラリンチョウとか言ってしまった。なにこれ、キラキラ、アンパンマンに出てきそうな、キラキラ、ありがとう、嬉しい。こんにちは。あ、次は40日目にもらえるってこと。え、もらえんじゃん、今日もらえると思った。
くれたらいいのにね。今日くれたらいいのにって思いませんか、皆さん。こんにちは。確かに亀之助昔話におりそう。嫌いになった。誕生日プレゼントにプールあげるね。プールくれるんですか。プール嬉しいね。でも今日自分で髪染めた。え、自分でブリーチ。え、自分でブリーチできると痛そう。 LINE の音かわいいってそう、おい、いじるなっていじっちゃった。なんで、もう暑すぎるのはもう夏のあれだよ。うん、これなんていう、夏らしいってことだよ。こんにちは。今日さ、オレンジのアイシャドウしてるからかな、顔が暗く見える、うん、自宅にプールやサウナは憧れますか。あー、憧れる。なんか最近さ、サウナブームあるよね。サウナ行ってみたい。行ってみたいっていうか、サウナ行ったことあるけどさ、なんかサウナの専門店みたいなのに行ってみたい。バズライトイヤーいいねー。もう始まったのか。明日髪の毛切り行く。おー、いいねいいね。地元の銭湯にサウナある。なんかそうそう、なんかさ、そういう温泉についちょるサウナとか行ったことあるけど、サウナだけのお店は行ったことないから行ってみたい。なんか今あれだよね、多いよね、サウナ趣味ですみたいな方。プールぐらいならプレゼントするよ、面白今日布団干してるから寝るとき楽しい。ふっかふかじゃん。太陽の香りになるのいいよね。わかる。昨日公開か。オロポ。サウナと言ったらオロポね。オロポって流行ってる？もしかしてオロナミン C とポカリやない？なんかさ、流行っちゃうよね。マミーもやりよった。空気入れて膨らますのあれね、あるよね、サウナ好きなの。いや、憧れがある。そう、篠太郎ハートありがとう。こんにちは、タコさん。家のサウナってちょっと怖くない？一人の時倒れたらどうしようってなる。確かに確かに。篠太郎だるまさんもありがとう。三つ高さん、スイカありがとう。スイカ食べたい。いいね、スイカ。ヤヤミンさん、サウナ確かに
なんかインスタかなんかでサウナ行ってきましたみたいな書いてるの見たことあるかも。なんかサウナ3週とか2週とかあるじゃろ、憧れる。なんか言ってみたい、自分の口から、今日はサウナ3周してきましたとか。かっこよくない？なんかお日様カフェ、あらありゃ浮気か。確かに整う、なんか整いましたみたいなね。そう言いたいだけかもしれないけど、行きたい行きたい。まあとりあえず言ってみたいですね。いや普通に興味あるっちゃけど、興味あるプラスそうやって言ってみたい。そうなんです。しろ太郎30日おめありがとう。サウナそんな入ってられる。なんかさサウナ、そうサウナね、もうねずっと温泉もずっと行っちゃうから、もう懐かしい思い出としてのあれやっちゃうけど、サウナでさ鼻すすったらさヒリヒリせん？痛くない？なんか、サウナってなんか痛いよね、そういう意味で。けどすごいなんか汗かくよね。近所にサウナある銭湯2軒くらいある。めっちゃいいね、羨ましい。あ苦しい。誰だっけ、熱波師？熱波師だっけ、なんかこんなやる人、タオルで。ああいうの見てみたい。女の方の熱波師いるのかな。でもいるっちゃうか。そうですね、妙よろで一回電話させていただきました。おるよね、やっぱし。確かに外がサウナ状態ね今。死ぬだろう。かわいい、ありがとう。ロウリュ、ロウリュって何？ロウリュって何やろ。ロウリュ、ロウリュとは女性の熱波師にやってもらうのかって。そりゃそうやろ、そりゃそうやろ。だってさ女の、いや待って、そりゃそうやろ。だってさあれだよ、サウナだよ、サウナ。女性は女性、男性は男性でしょ。羨ましいってことね。でも女の方の熱波師っておる？あんま見たことない、男性しかテレビで見らん気がする。でもきっといますよね。私でよければ熱波師って、待って、熱波師？まさっぴさん熱波師なんですか？熱波師がおったらちょっとは涼しいっちゃうか。いや暑いのかな。どうやっちゃう？熱波師ってどういう役目ですか？誕生日で22歳ですか。そんなに年を取らせないでください。21歳です、今20歳です。あー暑くなるのか、より暑くなるってことじゃん。あのタオルも暑いのか。
いいね。20歳です。今二十歳です。いや、同い年じゃん。すごい。サーモン、サーモン何時間耐えれるのって。え、その何時間も耐えれませんよ。え、入って何分間ですかね。22って何してたかなって面白い。外がサウナすぎるから最近水風呂でも大丈夫。あー、水風呂ね、いいよね。生年月日書いちゃうの面白いね。そういうことか。あ、そういうことね。ね、みんな面白い。みんな書くやん。生年月日打つ方が大変そう。みんなは社長ぐらいの時何してた？はい。みーちゃんぐらいの時何してましたか皆さん。恥ずかしくて生年月日書けんって。面白い。A 型？いや、仮面のつけ、それはふんちゃんの生年月日だわ。専門学校でゲーム作ってた。え、かっこいい。なんかすごい楽しそう。何してたかなって。何年生なんやろって。3年生やない。仕事してた。うん。いや、二十歳だよ。二十歳の頃だよ。みんな二十歳の頃です。みんな22歳の頃じゃありません。大学行ってバイトしてるだけ。うん、楽しそう。25歳の時にネイトに出会いましたってことは出会って5年？二十歳も仕事してましたって偉い。みんな二十歳は何してました？12歳の時にヘッドに出会った。かわいいね。12歳？待って、12歳やろ。みーちゃんが中1の時にスタートしたので小6で出会ったってこと？二十歳の頃は目を輝かせて仕事してました。偉いじゃん。今は？あかりんさんと初めて写真撮ってたって。いいね。遊んじゃった。19歳から仕事してました。おー、偉い。
高校を卒業してからってことか。遊んじゃった？なんかさ、若い頃ってか昔の写真、数年前の写真とかさ見よったら、なんかすごい戻りたくなったりせん？戻りたくなったりするよね。懐かしくて。今はしょうがなく仕事してます。目を輝かせましょう。当時推しが卒業しておった卒してたところってどなたですか？するけど今も楽しい。偉い。写真見なくても子供に戻りたい。戻れるとしたらいつに戻りたい？幼稚園生、保育園生、幼稚園生、そんぐらい。カズ兄さん、ご飯ありがとう。子供に戻ったらちゃんと勉強してるかなって。してるよきっと。はやぶさハートありがとう。そうね、3歳ぐらいに戻ってみたい。確かに勉強しとけばよかった。確かに確かに。もっとね、真面目にね。糸のおかげで人生変わってて嬉しいね、それは。ちびの写真ってまだですか？ちょっと待って、名前調べる。一番古い記憶って何か覚えて、一番古い記憶、一番古い記憶か。覚えてる。内山夏樹さん。覚えてる覚えてる覚えてる。顔見たら分かりました。お顔見たら。若いじゃん。まだ26歳なんですね。何歳の時に。卒業されたんですか？一番古い記憶か、一番古い記憶。一番古い記憶は。バーベキューとか。
覚えてるかも。結構ちっちゃい頃の記憶あるかも。3、4歳ぐらいの記憶あるわ。勉強嫌いなんで子供に戻っても絶対しませんって。まあそうだよね。今日もとことん褒めてくれるやん。誕生日を迎える美しさと可愛さがどんどん増してきている。エミさんこんにちは。こんにちは。夏木さん確かに懐かしい。何歳から何歳までだったんですか？懐かしいね。アキさん、スイカありがとう。すごっ。握手会も締め会も行ったことあるって。ひでとさんご飯食べてたの？うまい。えらいえらいえらいって何？お昼ご飯の時間やもんね。マンゴーのように宮崎の皆さんに愛されてるエミさんさん、ごきげんよう。パクリ？ごきげんよう。下北で見かけたって、すごい。何、今26歳ってことはさ、めっちゃ若い頃にAKBおったってことよね。もう食べ終わったから何時間配信しても大丈夫やねと。またアキさんキラキラありがとう。これなんやろね。キラキラありがとう。イベントに向かうときに目の前にあかりんさんが歩いてた。イベントのときか。イベントならね、近くにおるかもね。今日も15時過ぎに休憩だから、そこまで配信してくれてもいいなんで。待て、15時ってさ、待って、みーちゃん、11時前から配信したやんか。4時間はすごいって。確かに、年下の死ぬ方、珍しいよね。すごい出会いってあるよね。4時間も配信したことない。えらい、 AKB に戻ってきた。うん、いやめっちゃポジティブやん。めっちゃポジティブ。終了15時なら終わってからおやつ、まあ言えてるけれども、お昼ご飯っていうものがあるじゃないか。でもまだお腹空いてないです。タクシードライバーの時ってこと？すごっ。
嬉しい、ありがとう。じゃあみんなの今日のお昼ご飯を聞かせてください。どうぞ。もうみんな食べた？今から？みんなのお昼ご飯聞かせて。16期17期そうめん茹でようかな。いいね、夏。お気に入りのチャーシューと豚骨ラーメン、いいね。たこ焼き食べた。おお、ガストのご飯をウーバーで頼む。おお、いいよいいよ。松屋に行く。おお、安定の言ってたやつ。こんにちは。まだわかんない。今日イカ焼き届くんだった。大阪のイカ焼きって食べたことある？え、イカ焼き有名？たこ焼きじゃなくて。食べたことない。あ、チャーシューとじゃなくてチャーシュー豚骨。最初注射と豚骨ラーメンって思うとしちゃった。チャーシュー豚骨ラーメン、絶対に美味しそう。大阪のイカ焼きは他のイカ焼きと全然見た目が違う。え、どんな見た目？みーちゃんのイカ焼きのイメージはゲソと、あのあれ2種類ある。こんな角張った形のやつとゲソ、2種類あって、タレがついてる。美味しい。あのお祭りのイメージ。たこ焼き器で作ったけどめっちゃ美味しくできたで。え、フィルゾさん、餃子じゃなかった。タコパ呼んでくれんやったね。イカの姿焼きやなくて生地にイカの身が入ってるん。どういうこと。生地にイカの身が入ってる。イカ焼き。え？ツアーちゃんのイカ焼きだと思う。おー。大阪のイカ焼きは生地で中にイカが入ってる。待って。お好み焼きみたいな生地にってこと？イカが練り込まれちゃうってこと？そういうこと？あ、やっぱそういうこと？タコせん本物は食べたことないと思う。小麦粉の生地にイカが入ってる。なるほど。お好み焼きみたいな感じでイカが入ってる。次空の呼ぶためにたこ焼き練習した。あー、えらい。じゃあ次は完璧に上手に作ってね。美味しく。タコせんはたこ焼きが入ってる。タコせんってあれ？潰したやつ？違う？あー、 Wi-Fi にした。よかった、見れて。関西ではお好み焼きソースの上にマヨネーズかけて食べます。え、普通やないとそれ。
こ焼きいいね。たこ焼き食べたいね。おいしいたこ焼き食べたい。たこ焼きこうやって返すの楽しいよね。たこせんって全国的にないんやって。安くて美味しいのに。だってたこせんってさ、潰すやつ、湘南が、湘南茅ヶ崎のタコセント本当は差し入れしたいもん。食べ物の差し入れできないからやらないで。そんな美味しいっちゃう。東京ドーム行った時銀だこ行こうかな。東京ドームに銀だこあると、お腹が一番美味しいって聞くよね。やっぱわなかさんが一番おいしい。大阪人の方でも。モスも。アキさん、タコさんありがとう。たこ焼き食べたい。アホヤ派？アホヤっていうお店があると。タコの代わりに入れるとしたら何入れる？イカ、チーズ、なんやろな。どもさん、タコさんありがとう。焼いてる時に割れちゃって商品にできなくなったせんべい集めた。壊れせんが特に美味しい。からし入れません。罰ゲームやんそれ。たこ焼き食べたくなったら好きなだけ焼いてあげる。ほんと美味しいの作ってね。美味しいやつにしてね。じゃあみんなは逆に何入れる？今日はねチーズ。でもさ、たこ焼きイカでも美味しそうじゃない？一回やったら合わんちゃうか。美味しそう。チーズ絶対美味しいよ。悲しい。うそ、キムチ。キムチとこのものって合っちゃうか。ウインナー。ウインナーね。あ、でもキムチは縮れみたいな感じで美味しいんかな。たこ焼きにはチーズとお餅絶対美味しい。確かに生地は甘めにっていうか、ホットケーキミックス入れたらチョコも美味しいね。ジョロキア、いや入れんやろ。罰ゲーム。たこ焼き食べたくなってきたやん。さあ姫どうしてくれるんや。お腹に行こう。うちだたこ高いから後半でちくわになる。ちくわでも美味しいじゃない。ベビースターラーメン入れたことあると。食感は良さそう。
何が美味しいかな。あ、たこ焼き器でね、ベビーカステラ。確かに。え、作れるね。ホットケーキミックス入れたら作れるってこと？チョコレートとかメープルシロップとかいろいろ入れてね。確かに。できそう。あ、ベビースターラーメン入れてる人いるからいけるって。自分でたこ焼き作ったことないから知らん。たこ焼き器でアヒージョ。アヒージョって何やっけ。まあでもたこが一番美味しいよね、確かに。たこ焼き器でオムレツもいける。うわ、確かにいける。いけるね。え、待って、たこ焼き器有能じゃない？それ。そう考えると。デザートもできるし、ホットケーキミックスにしたら。そうね。何でも作れちゃうね。うん。何でも作れちゃう。たこ焼き器も一台あるといいかもね。何でも作れちゃうね。卵入れたら卵焼きできちゃうし。ちっちゃいか。ちっちゃいかな、卵焼きには。卵焼き？目玉焼き？明石焼き、回転焼きってこと？卵焼くの良さそうよね。いや、あと何ができるかな。何ができそう？何ができる他。明石焼きとたこ焼きの違い分かる？明石焼きって回転焼きですか？え、違い分かるよ。たこ焼きはさ、たこ焼きじゃん。明石焼きは明石焼きじゃん。いや、甘いか甘くないかじゃない？それあとさ、なんか見た目違うよね、全然。なんか丸の丸だけど立体感。いや、どっちも立体感あるな。説明難しい。大きさも違うしね。え、ちょっと待って待って待って、赤し、ちょっと待って、赤焼き、待って、ふーちゃんが想像してるもの違うかも。それ回転焼き。え、そう、粒あんとかが入ってるやつと思った。銅板で焼いてた、た、え、ちょっと違う？想像と違くない？それ。うちも粒あんとかカスタードが入ったやつ想像しよったよ。それ違う？あ、回転焼き、そう、回転焼き、あんことクリーム、そうそう、それそれそれ。え、それ想像しよった。明石焼きって違うっちゃ。え？明石焼きは何？え、じゃあ明石焼きってなんかさ、あの呼び方が違うだけで、うちゃんで言う回転焼きと思いよった、今までずっと。何それ、明石焼きの形はたこ焼きとほぼ一緒。じゃあ何、何が違うと？ああ、大判焼きと回転焼きが一緒。あ、なるほど、そういうこと。出汁で食べるって聞いた時点で絶対回転焼きじゃないやん、それって思った。出汁で食べるどういうこと、どういう料理。でも明石焼きってよく聞くよね、兵庫の食べ物。じゃあ三つ穂好きやっちゃうか、調べてみる。分かった。
し焼き。え？全然違うやん。全然違う。たこ焼きみたい。これを出汁につけて食べれちゃう。すごい。ほぼたこ焼き。でもなんかたこ焼きより丸くってなんか卵感ありそう。知らんかった。食べたことないわ。卵食べてるのに近い。やっぱ卵感ある。これふわふわで美味しい。食べたことあるのかな。いやでも出汁につけて食べたことないな。なさそう。たこ焼きよりふわっとしてる。食べたことないかも。食べたことないかもしれない。初見です。ももかさん、こんにちは。初知り。どっち派じゃみんな。赤焼き卵焼きに近いっちゃう。なるほど。たこ焼き派。なるほど。でもなんかどっち派って分かれそう。たこ焼き派。比べたら焼きがたこ焼きが勝っちゃう。朝ごはん卵サンド。いいね。両方あるなら明石焼き食べる。物が違うもんなって。明石に行ったら絶対明石焼き食べる。あ、そういうことね。確かに兵庫やね。そう言われると。タコパティシエ。タコパティエ。たこ焼きのスイーツ美味しい。どういうスイーツ。これから今日初めてのご飯食べる。あ、美味しく食べて。いいね。タコパティって何。タコパティ。タコパティ。なんこれ。美味しそう。なにこれ。でもこれお菓子スイーツか。パリパリしちゃうこれ。すごいすごいすごい。ソース、かつお節、ザラメ、パイ。青のり、マヨネーズ、くるみ、タココ。タコの粉。すごい。なんかお好み焼きを細長くカットしたみたいなやつ。お土産で売っちゃってこと。昔タイパフェってのがあったけど今もあるのかな。ちなみにたい焼きの口のところがパフェになってる。どういうこと。タイパフェ。タイパフェね。調べる。タイパフェ。タイパフェ。
あ、やばい、アイパフェになっちゃった。タイパフェ、タイパフェ、え、かわいい。え、めっちゃかわいくない、これ。え、すごいすごいすごい。たい焼きがあって、口が開いちゃって、そこになんかソフトクリームとかある。え、これ映えやん、映え。これが流行っちゃったと。え、すごい、え、すごい、かわいいかわいい。これ人気出そう。ん、ブーム終わった、めっちゃ前に。とんかつパフェあったね、それ。この前調べたね。とんかつパフェ行ってきて、わさびさん。写真よろしく。今日もあちゃあちゃね。え、タイパフェ可愛かったよ、めちゃくちゃ。口がね、こうやって開いてました。なんか餌食べるときみたいにポッて、そこにソフトクリーム。あ、タコ選手調べたかった。今度愛媛に行ったら行ってきますって。行ってきて。待って、タコ選、タイパフェ食べたらお腹いっぱいになる。確かに。だってたい焼きとさ、あ、あれ、あんこも入ってると中に。あ、タコせん、待って、食べたことある、ある。タコせんはね、食べたことあるわ。これ、これね、なエビみりん、エビみりんみたいなやつにたこ焼きが挟まったやつね。食べたことある、これは。あるわ、あるわ、これは食べたこと。これエビみりんって言うっけ。あるわ、うん、うちに食べたことありました、食べたことありました。たこ焼きが挟まったやつ、2、3個挟まったやつね。あるわ、美味しかった。え、食べるの難しいよね、わかる。なんかどっから食べていっちゃろうってなるし、なんか食べ方によってはたこ焼きさよならしちゃいそう、落ちちゃいそう。え、違う、あ、これ違うと調べたやつ。1時間経過、ありがとう。え、違うって、他にあると。え、たこ焼きよりたこせんが気軽に食べれるからよくか。えー、あ、そのお店のたこ焼きが違うってこと？大阪たこせんって調べてみて。なるほど、大阪たこせんですね。大阪たこせん、一緒やんけ、一緒やんか。あ、平べったい方？平べったい方のこと？目玉焼きとかのっちゃうやつ？
か挟まってるか2種類あるねこれ。キムセン、ネギセン、カラマヨセンだって。大きいせんべいにたこ焼き挟んで食べるってやっぱあっちょやんみんな。何もみんなあっちょやん。あ、湘南茅ヶ崎のやつは調べちらんよ。タコセンを調べたんですよ。え、みつきちゃん嬉しい、久しぶり。何、湘南茅ヶ崎屋、わかった調べるよ。湘南茅ヶ崎屋、タコセン、コロセンとかある。あ、もう一枚になってるっちゃ。うん、なるほどね。美味しそう。待って、これさ、よく売ってるやつじゃない？違うか、それは。もう一枚になってるっちゃね。ね、美味しそう。確かに。日傘欲しいです。わかる。日傘欲しいよね。いつも日傘欲しい。そのまませんべいにしたもんね。なるほどなるほど。え、むちゃくちゃ暑いよ。どこも暑いよね。会社の帰りにタコセン買って食べてた。どっちのタコセン？挟まってる方？挟まっちゅらん方？サンバリアの日傘がおすすめ。サンバリア。今度小学校の修学旅、小学生の修学旅行の引率ね。日光行く。え、すごっ。アネッサ買わないと。引率？すごいね、すごいね。日光修学旅行の引率とか憧れる。先生やん。来週一旦暑さ少し、ほんと？よくなる？よくなるといいけど。挟まっちゃうのしか知らん。なるほど。駄菓子屋で売ってたタコセン、駄菓子屋にあると。たこ焼き2個入って100円、めっちゃいいやん。タコセン100円、それみんな食べるじゃない？放課後とか駄菓子屋さんあった。でもさ、駄菓子屋さんがさ、たこ焼き作りよるってこと？そういうこと？すごいね、駄菓子屋さん。すごい、初訪問の方がいっぱい、嬉しい。やっほーこれ初訪問の方も表示されるんやね。すごい、初訪問の方だらけ。今おばあちゃんが作ってた。おばあちゃん、絶対上手やん。なんかさ、おばあちゃんが作るもん大体全部美味しいよね。150円、週2で食べてた。いいね。じゃあ大阪の方の放課後はタコ戦なんですね。
三つ高さん、短冊ありがとう。たかちんさん、ハートありがとう。キラキラもありがとう。お花もありがとう。マイザーレモンちゃん、ペンライトありがとう。昼ご飯何食べようかなって、たこ焼きやん、もうこれはたこ焼き食べな。大阪の方はたこ焼きだ。いいね。大阪の方ってさ、お家にたこ焼き器絶対あるっちゃろうか、それともさ週に何回かたこ焼き食べるとか、でも全く食べん。大阪の方ってさ、たこ焼きと何だっけ、お好み焼きよく食べる。やるっちゃん。この配信見た人は全国でたこ焼き、そうね、たこ焼き食べてください。皆さん、今日のお昼ご飯たこ焼きが決まりですね。たこ焼き食べようかなって、いいね。一人暮らしの前はよく週末にしてた。家族でかな。タコパか。近くにたこ焼き屋さんない。そうだよね。たこ焼き器あると思って探したけどなかったから、先月買ってきた。いいね、さすが。すいません、私お寿司食べます。わさっぴさん、たこ焼きだよ。いいね、お寿司でもラブ。こんにちは。今来てよくわからないけど、たこ焼き食べればいいのって。そう、たこ焼き食べればいいよ今日。そう、今大阪の方はたこ焼きとお好み焼きよく食べるとっていう話してて、たこ焼き器とかあるんですかっていう質問してます。今はたこ焼き器もたい焼きやワッフル作れるプレートついてたりしてていい。便利便利。でもソラも絶対たこ焼き食べんけどなって。なんでなんで。よくわかったね。食べたいよ、食べたいけどね。なおありがとう。じゃあ何時から配信してるかわからない。たこ焼きいいな。たこ焼きはさ、さすがにさ、みんなあれだよね、変わった食べ方せんよね。青のりとたこ焼きソースとマヨネーズとかですよね。さすがにそれだよね。なんか変わった食べ方する方多いからさ。55からありがとう。シフトダッシュに来たついでに買い物してるから、たこ焼き屋2店もある。すごい、2店舗も選び放題。柚子胡椒おすすめ。美味しいっちゃ。たこ焼き器めっちゃ安い。安そう。たこ焼きのマヨネーズ平気なのって。たこ焼きはなんかね、たこ焼きはね、あのソースの味の方が強いやん。だから許せる。たこ焼きにはかけれるよ。だからみんなとたこ焼きの話は合うと思う。お好み焼きも焼きそばも合うと思うよ。でもね、焼きそばにかけるならからしマヨネーズがいいな。そう、たこ焼きとお好み焼きと焼きそばは許せます。
ソースの味の方が強いのでね、矛盾です、矛盾。お昼カップ麺です。おお、何味何味っていうか、何、うどん、そば、ラーメン。いきなりだけど551の肉まん、ポン酢おすすめ。そのまましか食べたことないわ。たこ焼き器は大小丸型、角型、いろいろある。そうやっちゃう。サウナに作るたこ焼きをマヨネーズなしにしてあげる。わ、ほんと？ふーちゃんが自分でかけれるようにね。優しい。そういうのあるある、ほんと？そう、矛盾が発生してまして、かけれるものはかけれるし、でもエビフライとかは絶対嫌だ。ケチャップがいい。なんかね、マヨネーズはね、ものによるんですよ、本当に。だからマヨネーズ大嫌いってわけでもないんですね。まあでもポテトサラダとかマカロニサラダ食べれません。エビフライはケチャップしかかけません。みんなマヨネーズとか言うでしょ。タルタルソース、タルタルソースかっていう。みんな、みちゃんはケチャップかけます。だからさ、なんかさ、定食とかにさエビフライが乗っちゃったら、だいたいさ、なんかタルタルソースがもう最初からかかってたりするやんか。やめてって思うもんね。待って、エビフライにケチャップ、あっちにケチャップじゃない、みんな。ケチャップだよね、みんな。あー、そういうこと？エビをそのまま焼いたらやつはダメやけど、エビフライは、あるよね、そういうの。生は嫌やけど揚げたらいいとかね、逆、その逆とかね。あ、仕事行ってらっしゃい。チキン南蛮はタルタルソース。ケンさん、短冊ありがとう。家ならエビフライはとんかつソース。とんかつソース初めて聞いた。ケチャップかけるのってソラのだけ。違うよ、きっと。おるよね。生のトマト？トマト美味しいやん。タルタルソースか、醤油？待って、お醤油初めて聞いた。逆に。エビフライにケチャップかけるかつどれぐらいおる？はーいって。エビフライにケチャップの方、手あげて。いなかったら寂しい。エビフライにはウスターとマヨネーズ。エビフライって結構分かれるのかな。アーノの配信終わるまでご飯買いに行けないって面白い。エビフライはそのまま派、何もかけん。なるほど。ちょっとケチャップの方言ってよ。ケチャップ、ソース、塩。でも塩ならあるかもね、確かに。ケチャップじゃない、みんな。ちょ、ケチャップかけてみて、みんな。じゃあ、みんな今日の夜ご飯はエビフライね。ケチャップかけてください。絶対美味しいって。ケチャップでしょ。
対にねかけてる方おるって。ケチャップ、ケチャップいるよ。だって2296名もいたらいますって。絶対に。オーロラソースは美味しいと思うよ。マヨ入ってるやん。サーノが苦手だって言うから、家庭の冷蔵庫からマヨネーズが消えました。え、本当？本当に？面白すぎる。めっちゃ面白い。え、美味しいよ。ケチャップ聞いたことない。嘘。マックのナゲットみたいな感覚って。え、マックのナゲットはさ、バーベキューやろ。バーベキューやない、あれは。あれはバーベキューやわ。うん、マックはバーベキューソース。うん、マスタード派。まあそれも分かれるよね。マックはあのバーベキューソースです。さあちゃん、確かにマスタード派。マスタード派か。でも多そう、マスタード派。確かに期間限定とかでね、種類増えるよね。え、ちょっとさ、アンケート取ってみよう。エビフライのちょっと気になる。ケチャップ、ケチャップかその他ね。あ、じゃあ分かった。ケチャップ、ケチャップかその他ね。じゃあエビフライのソースは1ケチャップ、2その他、あのマヨネーズとかその他。ほらコメント普段せんかったとかもさ、アンケートなら答えてくれるやろ。うん、コメント恥ずかしいよって方もね、絶対ケチャップ派いるから信じてますよ。ケチャップ派の皆さん、ちゃんとお手元のボタンを押してください。1番ですよ、ケチャップは。2はその他、だからマヨネーズとかタルタルソースとか2番、1はケチャップ。ほらケチャップの方。エビフライそもそも嫌いですって。面白い。じゃあいくよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ほらほら 37.5% ケチャップいますよ。ほら 62.5% でその他やけど、ほら 37.5% もおるやん。ケチャップ派、やっぱケチャップ派いるんですよ。仲間だ、仲間がいた。嬉しい。割と多かったやろ。ほらケチャップかけてる人おるって。コメントは恥ずかしいだけだよ。います。だってケチャップ合うもん。じゃあケチャップだもん。みんな、じゃあ次エビフライ食べるときはケチャップつけてみてください。ケチャップつけてみて。よかった、仲間がいてぼっちじゃなかったよ。みんなケチャップ一口でもいいからつけてみて。うん、うん、ケチャップつけてみてください。じゃああれはマックのバーベキューかマスタードか、みんな教えてよ。どっち派ですか。考えとく。ちょっと一口ぐらいいいやん、一口ぐらいいいやん。エビフライ食べるときはサチョのことを思い出してください。ケチャップ一
一口だけケチャップかけてみようかなみたいな。そういえばソラのケチャップかけるって言ったけどどんな味かなとか。食べてみてくださいね。え、一本だけ試してみて、ぜひぜひ。うん、3本ぐらいあったらいいやろ。1本はケチャップでもよくないね。え、1本ぐらいいいやん。でみんな、あのなんだっけ、ナゲット、どっち、ナゲットはなんだっけ、バーベキュー、マスタード。みちゃんは断然バーベキューソースです。でもなんか期間限定やったらね、あれ美味しかったよ。めっちゃもう1年以上前やけど、チーズ美味しかった。わかりました、今日試してみました。美味しかったら次回感想言います。え、ぜひよろしく。バーベキュー一つ、そう一つ選んでって言われたら何が好き。え、バーベキューだよね、わかる。あ、じゃあアンケート取ろう。これもじゃあ1がバーベキューで、2がマスタード。はい、どうぞ。バーベキューマスタード、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 バーベキューマスタード。皆さん押してください。え、マスタード多くない？バーベキューマスタード。バーベキューマスタード。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。あー、でも負けるっちゃね。やっぱ 62.2% の方がマスタード、 37.8% がバーベキュー。これは何の差やっちゃろうね。小さい頃からバーベキューソース大丈夫だったって。小さい頃からずーっと変わらずバーベキューソースを愛してますよ。さっきと本当に一緒。みっちゃんと逆なんですね、皆さんは。え、バーベキューやない？マスタードじゃなくない？バーベキューが美味しいって、まあ、好みですから。じゃあ次マックに行ったら皆さんバーベキューソースで食べてください。食べ比べしてみて。じゃんうん、え、私バーベキューですよって気合うねって。え、わそっぺさん気合うやん気合うやん。駅でうずくまってる人いたから水買ってきたら。なに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 、星のとこ気になる。可愛がられてってこと？どういうこと？気まずいって。え、えらいね、みつきちゃん優しすぎる。水買ってきてあげたの？優しいね。断られた？ちょっと待って待って。え、駅でうずくまってる人いたから水買ってきた、断られた気まずすぎる。気まずい。とりあえず渡したら。本当に飲まんと、その方は。マスタード派やけど、さすがにバーベキューの美味しさは分かってる。うーん、さすが。ソラノンがマック行ったら、まあソラノンがいつの日かナゲットを食べたらマスタードやってみますね。まあ、やったことあるっちゃけど。
なんか気まずいね。え、バーベキュー美味しいよね。わかる。美味しいよね。わかるわかる。みーちゃんバーベキュー派。え、でも優しいね。駅でうずくまってる人にお水を買ってあげるって優しすぎる。関西マクド、そっか。そもそもナゲットよりポテト派です。あ、確かに確かに、それはポテト派、それはポテト派よ。あのサイドメニューはね、ポテト、うん、ポテトけど、ナゲットを食べるならバーベキュー。んちゃんもサイドメニューはポテトですよ。あ、美容院終わった？おかえり。あ、バーベキューソースポテトにもつけちゃう。美味しいよね。2種類って言われたらマスタードと2個じゃなくて1個ずつにする。おお、1個ずつにして、ぜひ。そうね、マスタードを2個もらってたとこを1つバーベキューに変えてみるとかいいですね。いいと思います。22分ありがとう。待って、ソースのランキング読もうか。13位フォレスト系男子さん、ありがとうございます。12位マナゾーさん、ありがとうございます。11位ピンクカメオさん、ありがとうございます。10位トカチンさん、ありがとうございます。10位、あれ、10位がトカチンさんか。ありがとうございます。待って、ちょっと間違えた。13位フォレスト系男子さん、ありがとうございます。12位マナゾーさん、ありがとうございます。11位ピンクカメオさん、ありがとうございます。10位トカチンさん、ありがとうございます。9位ヒデトさん、ありがとうございます。8位ピンクのクマさん、ありがとうございます。7位コウイチさん、ありがとうございます。6位ナンさん、ありがとうございます。5位篠太郎アットマーク誕生日プレゼントに俺の愛あげるってありがとうございます。4位わさっぴさん、ありがとうございます。3位トマさん、ありがとうございます。2位カズニーさん、あと13日ってありがとう。そして1位はアッキーさんでした、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。あ、ゆなちゃんおはようって、おはよう、嬉しい。うん、嬉しい。今日の夕飯はマクドとエビフライに決まりました。本当にメニュー考えていただきありがとうございました。嬉しい、ありがとう。はい、やす1983さん、かわいい。なにこれ、短冊かな。ありがとうございます、嬉しい。笹の木かな。うん、嬉しい。誕生日まであと13日、ありがとう。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんほい。じゃんけんです。今日も皆さんありがとうございました。暑いので皆さん気をつけてね。あ、今日から生写真、新しい生写真が発売されてるので、皆さんそちらもぜひゲットしてください。あと夏の福袋もぜひ待ってます。うん、そう、終わっちゃうの。ありがとう、みんな。じゃあ皆さん、午後も元気に頑張りましょう。お昼ご飯ちゃんと食べてね、みんな。ありがとう。バイバーイ。ありがとうございました。